はい、えー、お疲れ様です。危ないデカシリーズ、皆さん、楽しみだったですよね。で、この危ないデカシリーズの撮影中のエピソードの中に、伝説のロケ弁エピソードっていうのがあるんですよ。これ私のね、知り合いの YouTuber さんから聞いた話で、わ、それが本当だったらドラマにしたらいいのになと思うぐらいいい話だったんですよね。その方からはね、ちょっとメモが送られてきましたので、こちらの方をね、読みながらお話したいと思います。なんかね、 本当にね、台本みたいに書いてくださったんですよ。まあ、こういうふうに書かれてますね。真夏の太陽が照りつける都内某所。人気刑事ドラマ、危ないデカの撮影現場は活気に満ちていた。主演の舘ひろしさんが演じる高と柴田恭平さん演じるユ二はいつものように軽口を叩きながら事件解決に奔走するシーンを撮影していたと。撮影も佳境に入った頃、 スタッフから思わぬ声が上がったすいませんロケ弁が一つ足りませんどうやら用意していた弁当が一つ不足してしまったようだスタッフたちは慌てふためき代わりの弁当を用意しようと走り回っていたしかし炎天下のもと撮影に集中していたスタッフやキャストさんは空腹でフラフラになり始めていたそんな中舘ひろしさんが一言こういうふうに言ったそうです あ、ごめん、俺今日さ弁当いらねえから1個少ないように注文したの俺なんだわねそして自分の目の前に差し出されたお弁当を柴田恭平さんに「これお前食えよ」っていう感じで渡したんですよねそうすると柴田恭平さんはいや大丈夫俺まだ大丈夫だからっていうふうにそこには立ひろしさんがとっさについた「俺が弁当1個少なめに注文した」 という言葉を指したからなんですよねそれが演技だと気づいたので柴田恭平さんはやっぱりね遠慮しちゃったんですよでも田口宏さんは全然それを意に介さずに「いやー暑い中頑張ってんだからそれに俺腹いてんだよなだから1個俺の弁当し用意しなくていいよ」って言ったんだよ「俺コーヒー買ってくるわ」っていうふうに言われたらしいんですよ。いやーそしてね柴田恭平さんは改めて。 タチヒさんの優しさと起点が利くその頭の良さに感謝して弁当をね受け取ったとそしてスタッフの皆さんもみんなしてね楽しく弁当を食べたそうですでそういった様子を見ていたスタッフ感じていたスタッフ感動でじわっとねいい空気が現場に流れてその後の撮影は予定3時間のところ2時間でパリッと終わったそうなんですよ 普段はクールでストイックなイメージのある舘ひろしさんなんですがスタッフや仲間を気,く気遣う温かい一面がその現場で見れたんじゃないかなと思いまして私もこの話を聞いた時ねこれもっともっと膨らましてドラマにできないかなと思ったんですけどもねでその後撮影は順調に進んで無事にクランクアップを迎えたわけなんですけどもスタッフさんは打ち上げの際に舘ひろしさんの弁当 よかったっすよみたいな感じでね、辰巳宏さんの優しさに気づいてましたよってことを表現して、大団円を迎えたということらしかったですけどもね、まあ、撮影現場ではいろんなことが起きるなと、カメラの回ってないところで起きたこういった友情、感動話、これも、危ないデカシリーズの魅力なんではないでしょうか。それでは。